はい、それではドビュッシー交響詩海第2曲波の戯れの解説を始めていきたいと思います。第2曲はですね、基本は4分の3拍子を中心に、出だしで、まあ、8分の3拍子が出てくるんですけれども、基本は4分の3拍子で構成されています。で、今日第1からですね、もうポジションに難しい部分は出てきませんので、もう口頭でもうポイントに絞って解説していきたいと思います。はい、早速、冒頭からなんですけれども、最初は4分の3拍子になっています。で、ピチカートが、最初、冒頭と3小節目になりまして、で9小節目から、8分の3拍子になります。はい、で、テンポの楽譜の指定にはあるんですけれども、まあ、基本はシュプテンシボープイコール72というふうに今考えてください。はい、でベースは18小節目からアルコで出てくるんですけれども、で楽譜を見ますと、シャープが7つついています。で初めて見る方は、まあ、若干これに、まあ、戸惑うかもしれませんけれども、でここの場面はもうベースは、ギスと、ディスしか出てきません。まあ、そんなに難しく考える必要はありませんという、もう普通にシャープでつけて、まあ、取れば問題ないと思います。でポジションもピチカートの、ギスとディスで24小節目をもう第2第3の中間ポジションで取れば、あとはその前からもうアルコの前からもう、A 線でもうギスを1で取れば問題ないと思います。はい、でボーイングなんですけれども、まあ、最初のピアニッシモ、ダウンで、まあ、入っていただいて、あと、まあ、4小節間のタイムの伸ばしがあるんですけれども、ここもそのまま1人で行っていただいて問題ないですね。はい、で26小節目のアルコは、まあ、ピアノから、まあ、若干クレッシェンと書いてあります。で、まあ、それをまあ優先させたいのであれば、まあ、ピアノから、まあ、最初指先で入っていただいて、でアップで、もう、入っていただければ問題ないですね。はい、でそしてその後8小節間休みがありまして、4分の3拍子からまた4分の3拍子また36小節目から戻ります。はい、で、まあ、このピチカートも問題ないと思いますけれども、まあ、その先のチスと、ギスが出てきますので、まあ、ここも第2第3の中間ポジションでもう取れば、大丈夫ですね。はい、でその後もう、しばらくは、まあ、休みが続くんですけれども、一部分しか音が出てきません。はい、でその後ずっと、64小節目のアルコが行きまして、でその後68小節目ですね。でここは、まあ、メゾフォルテから始まってるんですけれども、その後、クレッシェントでフォルテになりますので、最初のメゾフォルテを、まあアップで入ってクレッシェントをかけて、でフォルテの、小節で70小節目を、アルコの、ダウンであと入っていただきたいと思います。はい、でまあ、比較的、まあ、指揮者によっては、まあ、テンポが少し遅めの設定もあるかもしれませんけれども、無理に買い読みする必要はありませんので、もうそのままアップからのダウンでフォルテを弾いていただきたいと思います。はい、でその後72小節目からピチカートになります。でここからまた調が変わっていますので、まあ、ページの、継ぎ目になりますので、まあ、このシャープの、シャープをつけてしまうという、まあ場合が若干ありますので、そこだけ注意してください。はい、そしてでその後、まあ、テンポが若干遅くなります。でシボンプイコール112というになりますので、まあ、基本は、まあ、4分の3拍子は変わっていませんので、まあ、そこはもう問題ないと思います。はい、でそして、ずっと、休みが、しばらく続いてきまして、で、まあ、ガイドに、まあ、82小節目から、まあ、バイオリンソロが、まあ、書いてありますので、まあ、そこを参考に入っていただければ、まあ、ここも、大丈夫だと思います。はい、で88小節目から、その後90小節目にかけてすぐにアルコからピチカートの持ち替えがあります。でこの持ち替えをスムーズにするために、で最初の88小節目の A をダウンで、その後の次の小節をアップで入って、すぐにピチカートに持ち替えるように、ここは最初はダウンからボーイング入っていただきたいと思います。はい、でその後シャープ3つになります。シボンイコールの112となるんですけれども、でその後の、アルコピアニッシモのアルコもここはもう、ダウンから入っていただいて結構です。はい、でその後も、ピチカートが続いていきます。で106小節目から今度はアウトとインでディビージで分かれます。で、基本は、まあ、最初は5度になりますので、基本はインの下の背を若干音量を大きめにって言ってバランスをとっていただきたいと思います。でアウトなんですけれども、まあ、最初106小節目から6小節間ずっとゲーが続きます。でここのゲーはできるだけ D 線で押さえていただきたいと思います。で、まあ、開放で取っていただいても、まあ、全くダメっていうわけではないんですけれども、もしチューニングがやっぱり若干狂っていた場合、開放で取ってしまうと、もう音程の修正が全くできなくなってしまいますのでね、できるだけここはアウトの方はもう、ゲーを上のゲーはまだできるだけ押さえて、D 線で取っていただきたいと思います。
はい、でそしてでその音程のバランスなんですけれども、まあ、5度の時は若干あの、上向きは高めで、オクターブになります108小節目から109小節目この2小節間だけになるんですけれども、ここはまあしっかりあの下の音程に合わせるというふうに形でうまくバランスをとっていただきたいと思います。はい、110小節目以降はもうそのまま、基本はもう5度の形が続いてきますので、まあ、ここも若干、下の院の方が、まあ、あの少し音量を大きめにっていう形で、取っていただきたいと思います。はい、そして、ね、ボーイングなんですけれども、まあ、あのここはもうどっち基本はまあ最初の106小節目をアップで入っていただいて、まあ、基本に指順になります。はい、でそしてでそのまま行きますと115小節目最後フォルテになるんですけども、ここはまあダウンで終わるという形になりますので、106小節目の入りをまあアップから入っていただきたいと思います。はい、で118小節目なんですけれども、まあ、ここもまあトレモロでまあ入ってあるんですけれども、で、5度から4度になる部分になりますので、まあ、ここも若干まあ下の方がもう少したっぷりめにあの取っていただきたいと思います。はい、でその後はもう122小節目以降はまああのアルコになりまして、すぐピチカートの持ち替えがあるんですけれども、まあここもまあ問題ないと思います。でまあ強いて言うのであれば126小節目の1拍目からなんですけれども、まあここも、まあ、あの自信がある方はもう第2第3の中間ポジションを取りまして、1拍前のディスをアーセント4で、その後はもう A 線とアーセントで11という形で取り抜けますので、ね、あの自信がある方はもうあの同じポジションで取っていただきたいと思います。はい、今日はここまでとなります。はい、もう今日はもう口頭のみの解説になりました。で、まあ、あのポジションに難しい部分は出てこないんですけれども、まあ、あのテンポがかなりあの目まぐるしく変わったりとか、あのかなり若干あの変わったりすることもありますので、ね、あのそこを注意しながら練習していただきたいと思います。はい、第2局1回目の解説は以上になります。ではまた次回。